え？ここ壁じゃねえのか。間違ってなきゃ。ここは玄関だよ。ジャック、強く押してみて。おう。え、押すとは、ね、強くっていうか、押してない。切ったよね。いや、切り裂いたでしょ。うん。レイチェル、動じてない。やっぱり、開いた。ジャック、別に切らなくてもよかったんだよ。やっぱ切ってるじゃん。あ、俺らにだけ切ってるように見えたんじゃなくて、ちゃんと切ったらしい。でもレイチェルが動じてなさすぎる。これあれかな、慣れって怖い。でもザックだからってこと。うっせ、開いたからいいんだよ。開いたっつうか壊しただけ。納得しちゃってる。そっか、開いたからいいか。おい、何にもねえじゃねえか。おかしい、そんなはずは。お前のフロアなんだろう。なんか考えろよ。うん。出口がある場所はどこ？考えよう。待って、急に音楽。なんか急に音楽。聞いたことない感じの。謎解き始まりまーす。3Dゲームが始まった。どっか行ったことない場所とか、このフロアにねえのかよ。このフロアで、ここ以外はトラップを仕掛けるのに隅々まで調べてるから。さすがだなお前、誰か上から降りてきたことねえのかよ。そんなはずがない。だってザックでもまたすぐにトラップで死ぬから気づく。じゃあ誰も下に降りてこなかったんだな。やっぱわけわかんねえ。誰も降りてこない。それはここはすでに起動だ。本当に言っとる。なんか始まっただったらきっともうすでにここは地上。え、マジかよ。じゃあすぐ壁かち割って出ようぜ。え、ドン引きしてる。壁が崩れるだけでなんもねえぞ。ごめん、間違えたかも。今さら冗談だったとか言えない。はぁ、あ、じゃあ考え直せよ。またギャグになったBGM で悟んな。これでも正解だったらどうすんの。 BGM 絶対変わるってことかもよ。それはおかしくない。おかしくねえんだったらそれでいいだろ。うん。これあれかな。殺戮の天使。だったら何の宣言だよ。どうやらおかしいらしい。おかしいよ。まあ、そうです。ある意味おかしくないけど。それはおかしい。だってトニー先生も外に出入りしてたんだもん。この部屋のトラップや家具は先生が外で買ってきて用意したものだから。あ？どういうことだよ。ちょっと待って、考えるから。誰もこのフロアに外から降りてきてないけど、ダニー先生は外に出入りしてた。ということは悪夢さんが選びたい選択肢が。もう存分に好きなだけやりなさい。
最初からもやってんだから。手口はないんだから、出入りするためには。ダニー先生はもしかして、ワープで出入りしてた？おい、ワープって、あいつ人間だろ。すごいごい気持ち悪い。あいつ人間じゃねえだろ。つうかそんなわけねえだろ。俺だってわかるぞバカ。ちゃんと考えろ。どうしよう、そろそろちゃんと考え直さないとサックに怒られちゃう。出口がある。じゃあもっと探さなきゃいけねえじゃねえか。お前心当たりあるか。正直ない。はあ、ねえのかよ。じゃあとにかく壁かち割ってみようぜ。あれおかしい、やってることに変わるとダメだったでしょ、ザク。考えを放棄した。学習能力ってしてる。お前、さっきそれでなんか同じの見たな。デジャブ。なんもね。手当たり次第やってもしょうがないよ。それに正直出口がこのフロアにあるか微妙かも。お前、じゃあちゃんと考え直せよ。このフロアとは別に出口がある。あ、なんだよそれ。ジャックがここに来たとき、他の殺人鬼、キャシーやエディはすでにこのビルにいた。あ？もう決めからほとんど話さなかったけどな。やっぱり。なら私はこのビルに最後に来たということだったら。知ってたけど、参考までにここビーチだから壁を破ったところでだよ。生き埋めになるだけだぞ。ジャック、壁を破ろう。またかよ。おい、今度こそ正解だろうな。だって繰り出されてる。3度目の正直かもしれん。正解じゃないけど、やってみればわかる。いや、今度こそやってやるよ。あー、くそ。やっぱ壁が崩れるだけでなんもねえですよね。いや、そうだ。また間違えたね。うん、知ってたけど。お前がな。ほら、もう一回考えろ。また不正解を選びよってあり。つっか、上に登ろう。え？出口が分かったのか？どっから登るんだ？どこから？ついにここまで来たよ。今も忘れて。
前ガキだからって遊んでんじゃねえぞ。慣れてるよ、くまみさん。俺？いや、俺は真面目に不正解引いてるだけだよ。それを遊んでるというのだが、考え直さないと、プレイヤーを。うん、まあ、ちなみに言うと、なんかすげえザックが、出口見つけたかなって、すげえ希望に満ち溢れた顔してたのが非常に面白かったし。ザック、下に降りよ。あ？下に、多分下の B2 に出口がある。わけわかんねえよ。なんでわかんだよ。この部屋には出口は必要なかったの。つまり私もこのフロアは一番後に作られたもののはず。この部屋ができた時には外への出口はすでにあったということ。ザックも私もきっとそこから連れてこられたんだ。外で私と出会ったトニー先生が神父様に頼んで後から作られた部屋なの。だから HF とつなげなかったんだと思う。降りてくる人、私が一度も見ていないのはその証拠だよ。よくわかんねえけど、下に降りればいいんだな。お前が言うんならそうなんだと思うぜ。行くぞ。うん。